関係、おじさんに誘拐されて閉じ込められた。はお前無事なのか。戦う羽目になってもうおじさんとは縁を切るって言ったんだ。マジかよ、それ辛かっただろうな。ああするしかなかった。サイエンスセンターに向かうから、ハーレムがヤバくなったら教えて。わかった、頑張れよスパイダーマン。どうもみんな、湿っぽくなっちゃうのは避けたいから、あえて行動を呼びかける感じなんですね。今ハーレムは混乱の最中、アンダーグラウンドの独走、そしてティンから地域が板挟みになって苦しんでいます。市議会議員候補のリオ・モラレスさんがブロンクスへの全面避難を調整中です。お願い、もしハーレムの外にいて部屋、ベッド、ソファーなど提供してくれる人がいれば命を救えるかもしれません。怖いのはみんな一緒、私も怖い。でも今こそコミュニティとして団結できるはずです。私たちはこんなことでくじけたりしない。あなたの大切な人と手を取り合ってください。みんなまたね。そしてこんなところで売らなくてもいいのに。去年デルに騙されてから家で売るのはやめたんだ。へえ、報復はしたのか。彼女を雇った。口を割らせることに長けててね。なら彼女に家を護衛させればいい。安全だろ。お前みたいなスパイダーマンだ。やつを追い返せ。それって水鉄砲じゃないの。違う。じゃあお仕置きしなきゃ。来いよスパイダーマン。そこか。後悔しても遅いぜ。おしまいだ。これ。また一つ武器密売が町から減った。僕やるじゃん。警察のために証拠残そう。ウェブだらけでごめん。改装中の博物館をアンダーグラウンドが占領。フィンが中にいるはず。爆発見られるといいけど、世界が変わる。